はいこんにちは大竹誠です今日は10月の9日水曜日今日のパートナーはこんにちは水谷かなですはい私の横にはこんにちは向尾さんの砂山圭太郎ですそして水曜日は四人ともなんかシックな色ね伊藤浅子です白黒グレーコ黒コねどうしたどうした冬ね寒いから寒いだもん寒いですよくシャ大竹さんシャツ一枚だけど寒くないですかなんかケイのもん着た方が良くない寒いよ 寒い <laughs> 今寒いよ寒いね寒ね<い>すぎて寒いね寒いになっちゃうねあのー、年取って寒いんだけどなんかよく分かんないね <laughs> 寒いんだろうなぐらいでなんかこうずこっつったの。うん 暑いもんね。そんなに敏感に肌に入ってこねい。感じてほしいな。グッと寒いからな、今日は。一味寒いから。あ、毛布が。毛布がてがわれて。みんな優しい。みんな高齢者には優しいわよね。気遣ってね。体壊さないようにね。昨日はでもあったかい蕎麦食ったな、俺は。あ、素敵晩御飯ですか。晩御飯晩っていう晩御飯。あ、晩御飯って。夜。はい。 体は温まるね、お蕎麦はね、なんかね、知らないけど。<laughs> 何。温 <laughs>、うん、かいは、何系を召し上がるタイプですか。あの、本当は。何がお好き。本当は、カレーうどんにしたいんだけど。大好きカレー。まあ、まあ、汁が。飛ぶこともあるし。はい、あと、なんか。 カロリーの面から言ってね、うどんよりそばなんじゃないかなっていうね。うん、うカレーそばってでもありますよ。死ぬほど努力してるのよ。私は。ね、何のために努力してるのかわかんないのよ。これが。長いこと。そう、あの長いことね。<laughs> 健,康健康と引き換えに我慢が。えー、このこの日に話したかどうか知らないけど、<laughs> 前はなんか薬をねいただいてるんだけど、まあちょっとガスが多く出ると。まああ、おっしゃってましたね。ガスの多く出るこれだけは勘弁してくださいとで変えてもらったの。 したらそれはねガスが多く出るのは大竹さん聞いてる証拠ですよなんて言われてでもこのガスの量はちょっとたまらんとどんどんどんちゃうんじゃないやっぱり。坂道上がれるから推進力ついちゃって俺はもしかしたらロケットかもしれないだいぶでしたねそれはね思ったことね地上5センチくらい浮いて歩いてんじゃないかと。ドラえもんみたいにちょっと浮いてそんな感じだったんだけど それで、その薬を変えてもらって、え三週間かな、ぐらい経ったのかな。全然効かね、これは、今度のは。そうなんだ。効かない。へこそ止まったが。へこそ止まったが。うわ、効き目も止まっちゃった。か効き目も止まっちゃった。どっち選びます。どうします。もう、これ以上ね、なんか、み、普通の、まだけど、なんていうの。あの、保険の効く薬で。 その中にはもう一回だからお茶さんとね、うん、相談しなくちゃいけないなと思って私たち別にへでいいでねへの方が大竹さんもなんかまたいろいろできることが増える気もしますよ、うんうんうん、全然ここでこいていただいても気にしないよ、ね、でいろんなレパートリーができてくるかもしれない、ねうん、毎日こいてたら、うんうん、アホ会アホ会 <laughs> アホ会コーヒー合唱だみたいないやいやまあそりゃそうなんだありがたいなありがたい申し出ではあるがいやいやここだけじゃないからいやでもここだけじゃないからそれはいやいや苦しいよだってそれは確かに山崎レ奈ちゃんにもねおっしゃってましたもんねマネジャーがわざわざ謝りに来たからね 年取ると大変だよもう確かでもそれは周知してけばいいんじゃないですかそういう薬だとまあでもあれだよでもだからあったかいそば食ったんだけどあったかいのもねかけそばですかなんか具は入ってあの小さなエビの揚げたやつえび天そばだだから小さなえび天そばなんだかおいしそうおいしそう

ハフ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 いやだから、はい、若い頃そんなねまあそれはたこ焼き食ったりした時にはねまあな結構地獄を見たりしてたけど <laughs>、うん、そんなでも勘ねかまあそれ以外はなんかちょっと調節みたいなのが、うん、まあ知らないうちに自律神経かなんか知らないけど、うん、自分でできてたような気がするんだよ。 ああ、そうそういうセンサーが私も最近やけどしやすくなってんですよねでなんで舌とか唇あれやけどしてると思っらまさか男でとか言うんじゃねえだろうなあら言ってほしいからやさかめ私もおさかめちょっと私もやけどしちゃってたよくわかんない期待はそんな話。 かんね。年齢上がるとお酒の話が全然ないから。ねえ、何ですかそれ？それは男じゃなくて、やっぱりその焼き芋とかそういうことですか？何召し上がってそのなんですか？揚げたての唐揚げとか、よく行くな揚げたての唐揚げ。中が中も熱い。熱やせ。そうですあだってジュワジュワしてまいやまあでもなんかギリギリなのを食べたいのよ。 そうなんか私猫舌だからな私も猫舌だからでもなんか焦って食べちゃったりするのねそれも年取った証拠だと思うのやっぱりじゃあ水蛇水蛇もハフハズハフしてますかしてますで火傷した後にまた今度は自分の歯で噛んじゃうあ舌をあの焼けした場所をちょっとややちょっと腫れてるからね まあそこのところ普段の噛み合わせと違うからそうそう、あれが痛いんですよ。そうですか。そんな悩みがあなたにもありましたか。私にも。あそうですか。はいありますよ。ずっと。一年中あれだよ、冷やしそば食ってるお前は。冷たい蕎麦。冷たい蕎麦ずっと食ってるじゃないですかあれいいじゃないですかあのつけ汁あったかくして。はい。盛は冷たい。あでそれ鴨南鴨南鴨生露。私鴨生露。私鴨生露派。私は。 だからおつゆを熱くして麺は麺っていったら熱めたらだからあれを食したがよく分かんない俺は麺はそんな熱くないでしょ麺はもう水でしめてますからたいっちょっても熱いって言ってもぬるいぐらいそんな熱々ではないどっちみち熱々じゃないですけどね最終的にそば湯入れて大変なことになるんですけど。

年齢いった方が私の方が肉食わないっていうぐらい毎日肉食べてますみたいな人すごいお元気じゃないですかロケとかでお会いして毎日とんかつ1枚食べてるっていうおじいさんに会ったことあって震えましたよ塩で食べてんだって毎日豚肉のんで元気な人は食べてらっしゃいますねやっぱり食べるんですよ元気な人って顔光ってるもんなんか。

お金があるかないか。かギラギラしててお金があればいいけど、ギラギラしててお金がないとちょっともうどうしようもない感じ。<laughs> <laughs> どういうお金がなくてギラギラってな大竹さんみたいに。何に, <laughs> に使ってほしいんだそのかそれ持ってる人お,おじちゃんがいた時。あ、私別に何にも使ってほしくないですよ。私は自分で出すもん。もううん、それはそうだ。あ、だからなんか余裕ってことですか。<laughs> 余裕余裕。ああ<ー>、うん。 余裕かね、大竹さんみたいに、まあ、ギラギラっていうか、ちょっとなんか、なんか、何ギラギラなんかしてねえの俺もうパサパサだよ、何って言うんだろうね、最近の大竹さんでもいいよねあのまあそな写真のとこ漠然とした褒め方やめてくれない、漠然とした褒め方あのよかったじか、あの あれは一番いい顔撮ってくれてんでもんだってわざ写真家の人だもんだっていやでもあれはやっぱ持ってるものです大竹さんが持ってるものが中身が出てるんだからあれはね修正してねえのかあれ修正してんじゃないかしてないねなんかあれであの石破さんみたいにお腹かのとこあれはしてあげてよかったと思うよ私はそう思うんですよあれはしてよかんでしないのかね あれあれはあれなんだ。あの修正してもいいんじゃない全然いいと思いますよ。うっかりなんておるんですか。だって最初のあのちょっとこう白いのが出てる写真見たらやっぱりみっともないですもんね。あれ海外にも出られるわけだからあれは修正するべきですよ。ああそうなの。うんと思うけどどう。取ったらいやいやそう。でねちょっとだから。 今なんかフェイクが流行ってるから、まあ昨日も話したんだよ。フェイクなのか修正なのかみたいな。そんなこと言ったら選挙のポスターの写真なんてものすごい修正していらっしゃいますね、皆さんね。あ、してるよね。違う人が問題じゃないですか？違う人多いですよね。もちろんまんまの方もいらっしゃるけど、違う人、本当に違う人、そうじゃない。本人なんだけど違う人。本人なんだけど。あれ、いつみたいな。いつ？どこでみたいなね。 失礼な言い方だけどそれは男女問わずっていう意味だよね女性の方も結構まあもちんままちゃんと正々堂々今の私を見て見てっていう方もいらっしゃるけどそうでない方も結構いらっしゃる結構いらっしゃる気がしますほとんどやってらっしゃる気がしますねほとんどほとんど。 そういうのに比べればお腹から白い布がちょっと出てるぐらいは別に直してもいいいじゃなすべきだと思いますあの世界に行っちゃうからね日本だけじゃなくてねこれどじゃないですよ人はだって人間だものそれあるからそういうのはそれか出てく前にもうシンプル言ったら出てますよ言ってくれる人がいないのかっていうのもありますよね。 人前に出る前にいやだからそういうことだよな多分誰もついてないのかって話だよなあと自分でも見ません鏡だって鏡見るだろう大丈夫かなとかうんそうだよなどっか出てないかなんか間違えてないボタンがちぐはぐなってないかなとか口の周りなんかついてないかなとかそうだね 口の周りに何かついてたらおかしかったねでもね何かご飯粒とか、ね、<laughs> ご飯粒かわいいね一粒ね <laughs> 一粒,一粒それがチャーミングそれかわいい、うん、最終戦しなくていいあの腹ペコ内閣つ <laughs> かわいいじゃないですかいいね今もだらし内閣になっちゃってるからね名前が、うん、まあまああれはちょっとね、うん、なんか全体的にね、うん ピシッ感がちょっと弱めだった、ねうんうん、そうねなんかちょっと確かにね,ねだらしない感じがありますたね同州生ね,、まあね ど修正でフェイクっていうよりかそのくらいのことは修正してもいいんじゃないのっていう意見ね。はいはい、なるほどな。あまあ本当にどなたか出る前のチェック係さん、うんうん、コーディネーターがいないってことですもんね。うん、な,ねなんでだろう。あそうだケイタロ君、なんか頭でひネタやるって言ってなかった。ひネタ。ひネタ。いやひもネタじゃないですか。ひもネタじゃない。朝朝わざわざケイタロ君にひネタ振ら <laughs> ないだろ。 言いたがって立ちもれがそんな僕言わないじゃないですか普段からそんな別に乱発はしないですよたまに一緒に番組やってる時は立ちもれと言わない言わないです言わないです私は言わないですけど朝朝ですからね朝ですからクリンダバこれですよ人生百年時代は来ないっていうこう毎日新聞ですけどえどういうことえ日本を含む長寿の国でこの30年平均寿命の伸びは鈍化しており今世紀中に1歳まで で生きる人の割合が女性で15%、うん、男性で5%を超えることはないという予測をアメリカ・イリノイ大などのチームがアメリカの科学誌「ネイチャー・エイジング」に発表したと。 人生100年を前提とした老後資金の見通しや保険の価格設定は多くの場合、過大評価になると指摘今後は老化を遅らせる画期的な技術が登場しない限り急速な寿命延長は望めないとしていると過去よりもまあ衛生状態がすごく良くなりましたという過去のデータよりもまあ寿命の伸びは今鈍化してきてますよというまあ調査結果からまあこういう発表をしたということですね。うんそうなんだこれさなんかいい知らせ か悪い知らせかわかんないんだけどさまあでもあの、まあ、人生100年とか言われててさまあ年取ってからもね結構生きるだろうからそのための老後の資金だとかい,いろんなことを言われてるわけじゃないまあそれに比べればもう100年じゃなくてまあ日本人の寿命ってねだいたい 80男の人で今厚生労働省に言うと日本人の23年です、ね、2023年の平均寿命は女性が87.14歳男性が81.09歳と、はいうん、6, 年6歳も違うんだ、ね、男女で、うん、いやだから、まあ、平均から言ったらそうなんかこう俺なんかだったらさ今75じゃん、ねはい、そしたらさこう、まあ、平均で言ったら年だあと6年じゃん、うん、そ,そしたらさ あれだよのそんなにさあの金ため老後に備えなくてさいいじゃん使っちゃおうみたいなねあればねあれば食べたいもの食べて食べたいもの食べて体に悪いもんだけど美味しいから食べてう食べて短く美味しいなっつってなあちょっとだからまあでも巷ではさ「人生100年」っていう言葉結構さ結構 浸透しててさなんかそれに脅かされるようにさなんかこう老後の資金の問題とか出てきてるじゃない不安ですもんいつまでどうとかね健康も含めねでもあれだよね僕と慶太郎くんなんかは81でだけど君ら大変だね87しっかり金貯めとけようわいくらあったら過ごせるのあと30年 あと30でも私、老後はもうね、ネットフリックスだけ見て生きていこうと思ってて、だからそれの年会費がちゃんと払えないとね。うん、そのぐらい本当にで、一人になっても寂しくないなと思ったのは、アマゾンプライムからネットフリックス見てるんですけど、アマゾンプライムから私のところにメールが来て。 あなたがお使いの、うん、そ、Netflix、のネットフリックスのリモコンの電池が少なくなってます、うん、から、はい、変えてくださいって来るわけですよ。なんかコミュニケーション取ってる気になりますよね。はいはい、まあそれ、うん、ネットでつながってるからね。もうんまあ、そうなんだなと思うけど、うん、私のこの部屋のことまで。 お分かりなのっていう。かりなってな何の電池が足ん残念って。リモコンの電池が減ってきましたっていうのがメールで来るんですよ。ね。で私あえて買えないんです。そうそう三回ぐらい来るんですよ。そう。なん私のことほっとかないんだっていう。まだ変えてない。気にしてくれてるんだみたいなね。まだいいっすねって。じゃもうちょっと買えませんよ。私もまだ変えてないんだけど。そうそうまた来ますよ。お楽しみに。やだからそう考えるとあ寂しくないなって。 誰かが私のことを見て,くれてる程度。あううまあ、ご親族もいらっしゃるしね。そういうふうに、うん、そういうふうにか。まあ俺のところだったあれだよ。あの車はあの表示でブレーキパッドが減っています。<え><笑><笑>そんなのも出るんですか？<え>今出ますよ。うん、ブレブレーキパッドが減っていますって言って、もう。 出るたびに、もうめんどくさいってピッピッて全部消してる。だってそれであの車屋さんに相談したら、まあ減ってますって表示は出ますけど、あと二三千キロは表示が出てから持ちますって車屋さんが言うから。空気圧とかね、出ますよね。タイヤの空気圧が。空気圧出る。出ます出ます。あ本当に？でもだから車によってきっと違うんでしょうけど、あの知り合いの車はクリスマスとかエンジンかけたらメリークリスマス。 あとお誕生日も「ハッピーバースデー!」ってすごいそれしたくて探してんですけど私の車にはどうやらその機能はないそういうめっちゃうれしくなっ今のこの話はさ機械からそういう帰りがあってハッピーバースデーと帰りがあってだから私寂しくないっていう結論に達するかそれは私ね体重計乗ると「お久しぶりです」って言ってくれるのねああ嬉しいじゃお久しぶり」みたいな「元気だった」っつって。 そういうの結構嬉しい。ゲームもそうだし。俺はあの血統血糖値あれ見ると高いです。お医者さんと相談してくださいって出る。あそこまで出るんだ。そわ良かったですね。なんか会話。良かったですね。高いですって。こんなに努力してんのよ。コミュニケーションね、こんなやって。こんな努力して。それはだからえ、それは富裕化じゃないの全然。昔は機械じゃんと思ってた。そうだろう。機械だろ所詮違うの。持ってたのがね。 一人が長すぎてか、うん、楽しくなってきました。それが。だ,だから、お掃除ロボットルンバとかも可愛くてしょうがないでしょう。<laughs> そう、あの、てててて。 ウエッウエッっつってガッとくんですけど喋らないんですけどその「てゥてゥを一緒にいつかハモってやろうと思ってずいぶん前に黒柳徹子さんがさ「あいぼなんだっけ「はいはい。ワンちゃん」「ワンちゃん」「勝てる」って言って「楽しい」って言ってたけどねずいぶん前だけどね今だって人肌ぐらいの温度の人のロボットありますよ。嘘目の色とか選べるやつ あの一時めっちゃ流行ったんですよ今どうなってるか分かんないですけどそれってそういうのなんかあの一匹じゃなくてそう何<な>飼ってもいいんですよいい飼,飼ってもいい人です人っていうかなんか、えー、コンタクんみたいな,なんかこう丸みの帯みたいでちょっとあったかいです抱くとあったかいんですってどうしよう、うん、そういうのあれなんの部屋汚いから掃除しろよとかって言ってくれるのあでも性格がどんどん変わってくるらしいですこっちの対応次第で。うんうん でおかえりなっつてでも一人暮らしとか充電がままならないじゃないですか玄関で死んでる場合が結構あるって誰かそう思ってる人は言ってました知り合いはあのそのステーションみたいなところ充電が間に合わない玄関で玄関でこうやって「ああ大変大変」なんつって死んでるときはやっぱりさコテって倒れてほしい倒れてほしいですね玄関でしてそれでまた充電すりゃいいんでしょ そしそうそうであの充電すると電気通してね。充電たわ助かった。助かった。ありがとう。わあ私泣いちゃうかも。買っちゃおうかな。私あれいくらぐらいなんだろうか。えそれ知らなかった。でも可愛いですよ。すごく見た目も。 であのマバタキとかエッチャッキー、アイムチャッキーみたいなやつ、チャッキーみたいな。アイムチャッキーは怖いでしょ。これ怖いですよ。めっちゃ怖い。じゃないんだ。もう可愛い可愛い可愛い。どんな時代だよもう。分かんな信じられねえな。でもそれいっぱいあるんですもんね。食費かかんでしなそいつら。あそうそうです電気代だけ。電気代だけ。電気代だけよ。なるど。もうあれは手出したらあれはいはいはい。はいケイタール君。はい。 はい、はい。ええー、今日はこちらが各種の一面だったんですが、うん、これが東京新聞の一面ですね、うんえー、墓又岩尾さん無罪確定へ検察最新控訴断念、うんうん、姉秀子さん苦労すっ飛んだとあります1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田岩尾さん88歳の裁判をやり直す最新で 無罪とした静岡地裁判決に対し、梅本直美検事総長は8日、控訴しないと表明しました事件発生から58年、検察は9日に上訴権を放棄する方針で無罪が確定すると、まあ、実際、このもう無罪はもう確定を今日午前しております。 宇根本氏は談話で結果として相当な長期間法的地位が不安定な状況に置かれた申し訳なく思うと謝罪した最高検は再審請求手続きが長期間に及んだことについて検証する方針とあります、うん、まあこの検事総長の談話として、うん、静岡地裁判決が捜査機関による証拠の捏造を認定した点に強い不満を抱かざるを得ないと、うん、まあこういう不満も表明しつつ、うん、熟慮を重ねた結果検察が控訴し その状況が継続することは相当ではないとの判断に至ったと説明したとありますで、こちらはあの朝日新聞の一面なんですがまあ、当時の報道をお詫びしますということで東京本社のまあ、編集局長の、えー、名前入りで えー、お詫びのコメントが出ています。えー、最新を経て一旦死刑囚となった袴田岩夫さんの無罪が確定します。無実の人を死刑にしていたかもしれないことの重大性を改めて痛切に感じます。袴田さんが逮捕された1966年当時、朝日新聞は犯人死して報道していました。うん、逮捕当初は葬儀にも参列、顔色変えずといった見出しで伝ええー、自白した際には検察側の 追及をふてぶてしい態度で跳ねつけてきたがついに自供したとも書いています明らかに人権感覚を欠いていましたこうした報道が袴田さんやご家族を苦しめたことは残悔に耐えません袴田さんご家族関係者の皆様に心からお詫びいたしますと出ています、うん、まああの、うん 東京新聞と毎日新聞、ですね、うん、こちらは、まあ、静岡地裁の判決が出た、まあ、次の日に、まあ、お詫びの記事を出しているんですけども、うんうん、朝日新聞はこの検察の控訴断念と、うん、まあこれを受けて、お詫びの記事を出していますはい、まあねあのあの、無罪が出てよかったですねってね、はかまったさん、はい、ね思うんだけども、それにしても57年間。 58年ですね、すね逮捕から。ですよね、逮捕から、ねえー。各新聞はお詫びを載せてますけども、これ、やっぱり何が足んなかったかっていうと、やっぱりあれだよね、各新聞もあの発表をうのみにして、うんえー、そのまんまのことをこう載せてったと、まあ、検察のだね、やっぱりなんか、これで思うのは、 ま、真犯人はどっかにいるんじゃないかとかね,ね。無実で58年間もとか思うよね。ということになってくると、やっぱり取り調べ。やっぱしね。うん、まあ大事だよね。まあ、ここで青木さんなんか楽しけれ取り調べとか。それから裁判とかの時にやっぱり証拠をね。持っているのが検察だけでと、と、うん、それをもう。それがもうみんなね。 証拠を警察がその中から選んで出しているというようなことだけじゃダメだとここから根本的に変えるっていうのが一つと、うん、えそれからもう一つさっき言った取り調べの段階とそれから人質司法みたいなことともう本当に子犬は判決が出た場合、まあ、もっと抜本的なねことをやんないとまたこういうね冤罪事件は生まれちゃうかもしれないなと。うんうんうん まあ、検事総長は女性の方で、まあ、あの今までやったことでわ申し訳なかったって言ってるけどもでもそのなんか言い方も随分悔しそうな言い方にちょっと俺は聞こえたんだけどねまあ、まあ、まあこれからこういう冤罪事件が生まれないためには何が必要かっていうのをやっぱなんかこう考えなくちゃまたん生まれちゃうってことになるよね。はい次です はいそしてこちら、午前今日午前のニュースになりますが、うん、最新のデジタルの記事です。うんえー、自民、裏金議員の非公認は計12人に、うん、萩生田、西村氏ら公認外れるとあります。 自民党は今日午前、衆議院選挙に向けて第一次公認候補279人を発表しました派閥の裏金問題を理由にした非公認は党の処分が重かった萩生田光一元政調会長ら6人に関係一郎衆議院議員ら6人が新たに加わり計12人となったとあります、うん、新たに非公認となったのは党の役職停止6か月だった関係氏中根和之衆議院議員、うん、小田原衆議院議員 開国だった細田衆議院議員処分はなかったオッチ衆議院議員そして今村元衆議院議員の合計6人、うん、オッチ氏は衆院制の不出馬をすでに表明しているとあります党幹部によると非公認の議員らが無所属として立候補した場合党として対立候補はまあ、その選挙区に擁立しないということです、うんうん、また比例単独の公認候補では杉田美代衆議院議員ら裏金問題に関与した3人も第一次候補からは外れた 党幹部は3人への対応についてまだ最終判断はしていない、明日明後日で判断すると話すとあります、うん、まあ基本的にこの裏金議員たちは、うん、あの比例との重複立候補は認めませんよとなってるんですけど、比例単独の人はまあどうするか、まあ、この結論に関しては、うん、明日明後日で判断するということです。うんうんえー、とあれれだねあの全体を見れば まあこの12人、まあ、これが裏金議員で12人がまあ多いのか少ないのかと何十人もいただろうとこれだけかよっていうね処分の仕方どこで線引いたんだとどこでこの12人だけになったんだという問題はまあ残るよね。うん、あとももう一つは、まあ、この昨日も言ったけど やっぱりこの公認を取り消されるっていうのはとんでもないことだね。うん、なんか慶太郎君あれだよね。はい、なんかこう公認料が500万円活動費が1000万円。はい、ね公認されるとこれはもらえるわけだ、はい、これ、まあ、昨日の東京市の記事の中にあったんですけども、うんうん、非公認となった場合は。うん 公認された場合と比べて資金面や活動面で大きな差が出ますと、最近の衆議院選では党から公認料500万円や活動費1000万円が支給されていたが、これが受け取れなくなると、またテレビ、ラジオの政見放送は政策や人柄を広く訴える機会だが、非公認になると出演できなくなる。 また配布できるビラの数も公認候補なら個人分7万枚に政党分4万枚を上乗せできるが非公認ではそれもできないポスターやはがきの枚数設置できる事務所の数も公認候補よりも少なくなると、はい、まあねおまけに公認されなければ政権放送もできなくなるねテレビで政権放送もできないんだね、まあ、結構 それじゃあ公認候補っていうのは、まあ、これは自民党の話だけど、うん、公認候補っていうのはずいぶんにお金もらってたんだなと<え>1500万もらった上にポスターだのいろんな、ねうん、公認に関してはもらえてたんだと、うん、だそれがもらえなくなるんだとこれは結構厳しい判断かもしれないねと思う反面、うん、さっきも言ったようにこれだけの人たちで済むのかいと12人かいと。うん まあそれから慶太郎君も言ってくれたけどあの比例で単独で立候補してる人、まあまあ、そういう議員の人は、まあ、この公認を取り 消すかどうかをまだまあ第一次公認から今回外れてるんですけど、うん。そうだからこれに第一次公認っていうのはあるんだね。はい、まあ、ね、その先があるかどうかは俺は知らなかったんだけど、それその第一次公認の人に関してはまだ判断をもうちょっと先送りにすると、うん、ねいう話だけど比例単独で出てまあここでまあ頑張ったのは頑張ったって言い方いいのかね。まあ重複立候補ね。 立候補しといて落ちたから比例でゾンビみたいに蘇るっていうのはできないっていうふうになったみたいだね。ただ総理のねえと新聞の社説では総理が随分後退したと。まあこれ毎日新聞の見出しの毎日新聞と社説の見出しですけど、石破総理の国会答弁ですね。まあ自分の言葉忘れたのかと。はい。まあ。 いろんなことへの、まあ、トーンダウンに関して、まあ、こういう見出しで書いていて、うんえー、事実上、総理を決める総裁選で掲げた、まあ、これ、まあ、総理の言ったことですね、うん、公約は重い就任にあたって主張を変えるのであれば、うん、理由を丁寧に説明すべきださもなければ発言の信用性が損なれてしまう、はい、総理は所信表明演説で、うん、ルールや国民などを守ると訴えたしかし一連の言動は、うん、党内基盤の弱い自らを守ろうとしていると受け止められても仕方あるまいとはい総理になってから えー、総理になる前の立候補の時と随分言葉が違ってるという話だよね、まあ、例えばあの金融所得課税の強化するっていうのはもうこれ取り下げてるね選択制夫婦別姓の導入に関しても様々な意見があるとして、まあ、ちょっと慎重姿勢に戻ったね、えー、だから公約を言ってたんだけど総理になってみたら、うん、あれと随分後戻りしてるなと。 これもうちょっと考えるとまあいろんな問題を、まあ、総理は決断して、まあ、立候補のあれにも使ってたし、うんまあ、なったら決断するはずなんだけど、うん、まだ官邸に入ったら、うん、まあそうはうまくいかなかったと。うん、いやここにどんな力が働いたのかなって思うんだけど、えー、総裁になって総理になってそれでも通じないっていうなんかこう。 まあそれを新聞はあの総理がこう自分の言葉を忘れたのかって追及してるけどまあ総理になってからここにまあ昨日も言ったと思うんだけど何があるんだろうと何が総理の意見を交代させたんだろうっていうのはいや随分まあこれは岸田さんの時もそうだったかもしれないけども随分なんかこう官邸内で何かの力が働いているんだろうなっていう。 想像ができるよね、うん、さあ今日も始めましょう